学園生の舞台は世界だ。創価学園のミッションである創造性豊かな世界市民の育成のもと、50周年の節目に合わせ創価高校の新しい取り組みがスタートしました。それが SGH スーパーグローバルハイスクールです。スーパーグローバルハイスクールとは、国際的に活躍できるグローバルリーダーの育成を推進する文科省の新たな事業です。創価高等学校は2016年度から2020年度 SGH 指定校に選定されました。目指すべきグローバル人物像を設定。グローバルな社会課題、ビジネス課題をテーマに、横断的、総合的な学習、探究的な学習を行います。創価高等学校では SGH の取り組みに対し、言語技術、GCP、GLP の3本柱を軸とし、よりグローバル社会に求められる人材を育成していきます。では実際にどのような取り組みが行われているのかご説明いたします。取り組みの中で大きな柱となるのが言語技術です。言語技術とは、話す、聞く、書く、読む、思考するといった言語活動をより有効に行うための技術です。すべての言語の基本である母語で繰り返しトレーニングし、その後同じ内容を英語でも行う応換トレーニングを用いて言語の力を鍛えていきます。授業はディスカッションを中心とし、結論までの根拠付け、過程を重視しています。1年から3年までを通し、綿密に計画されたカリキュラムで段階的にステップアップすることができます。自分の意見を他者に分かりやすく伝えること、自分とは違う視点、考えがあることに気づき、話し合いの大切さを学びながら、世界に通用するコミュニケーション能力を備えた人材の育成を図ります。GLP は 2,3 年生の選抜生徒を対象とした教育プログラムです。毎週火曜日と金曜日の放課後に先進的な課外授業を実施、国内外のフィールドワークを通して高度な論理的、批判的思考と協調的問題解決力を有するリーダーの育成を図ります。2016年度は核廃絶と国際人権をテーマとして設定し、英語力を高めると同時に海外交流を通じ高度なコミュニケーション力を身につけます。GCP は全校生徒が対象の教育プログラムです。国連が2015年に採択した持続可能な開発のための2030アジェンダで示された持続可能な開発目標の17項目を中心に探究型学習に取り組みます。創価高等学校ではより深い国際理解のための学習方法として模擬国連を取り入れています。模擬国連では参加者が一人一国の大使を演じることになります。特定の議題についてそれぞれが担当国代表として政策や歴史、外交関係などを用いながら、実際の国連における会議と同じように議論、交渉し決議を採択することを目的としています。まだ認識環境問題は解決していません。すべての国が意識していく課題だと思います。
進国が中心となって各国の発展のためにもう温室効果ガスを大量に排出してきたという現実があります。 GCP を通じ国際関係に関する研究と国際問題の正確な理解、またその解決策の探求を促進していきます。豊かな国際感覚と社会性を有し、未来の社会に大いに貢献できる人材を育成、輩出を目指します。刻一刻と変わる世界情勢の中で求められるのは、グローバルな目線を持ち、社会課題に対する強い関心と深い教養、コミュニケーション能力、問題解決などの国際的素養を持つ人材です。創価高等学校では、SGH を通じ、生徒一人一人が未来で活躍するグローバルリーダーとなるようサポートしていきます。